こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、さっき動画を撮ったので、そのままの続きで撮ってますが、8月のライブね、ちょっと詳細出たのもあるので、もう一度告知しようかなと思います。まあ、その前に、今ちょっと携帯見ながらやってますけど、はい、ひづきしんじのオフィシャルサイト、新しくしましたんで、写真とかも入れ替えてね、電脳幻想夜会の、ページも作ったので、まとめて見れるようにしてます。なので、サイトも見てみてください。映ってますかね。あ、ちょっと微妙はい、まあ、説明欄に、オフィシャルサイト貼り付いてるので、ぜひ見てくださいね。よろしくお願いします。そしたら、ライブなんですけれども、8月15日、境東ゴイスでやります。前にね、昼のイベントって言ってたのが、夜のイベントになってしまいましたんで、オープン5時、スタート5時半ということでね、2番目の18時5分から出番となってますので、ぜひ見に来てください。前はね、昼のライブやから昼から昼飲みしようぜみたいなこと言ってたんですけれども、終わってからね、打ち上げて昼飲みしようぜって言ってたんですが、緊急事態宣言も出てるので、アルコールがないですね。まあ、コンビニの前で座って飲むかっていうことになるんですか。まあ、そういうのはね、あんまり好きじゃないので、やらないと思います。はい、その次決まってるのが、8月21日土曜日、ロージ阿部ので弾き語りやります。これは、4時オープン、4時半スタートとなってます。夕方のライブになりますね。これもまあアルコール出ませんけど、変更ありますかって聞いたら変更なしということで、オープンスタート変わらないので、まあ4時半からスタートなんで見に来てください。それで8月22日、ライブ続きます。次が電脳幻想夜会ボリューム10。これはね、いつもの通り夕方5時から、配信でやりますので、YouTube ぜひ見てください。この日はね、アコの狼と、なんと奏楽団、バニラテイストアコースティックと、日月誠二というラインナップになってます、今のところまあ電脳幻想夜会は当日急に、違う編成でやったりとかも、まあある意味 OK なあのライブなので、まあ、今のところそれでいきますが、もしかしたら変わるかもしれませんが、よろしくお願いします。はい、それで次がですね、ベータ、決まってました。8月29日日曜日ベータということで、決まってたんですが、ベータの詳細が出ました。ベータ、オープン、夕方の4時オープン4時スタート4時半となってます。これは、ツイキャスで配信もありますんでね、ぜひ見てください。ベータこの日は5つも出ます。はい、5つで、日月真嗣は4番目です。夕方の6時半から、6時半から出番となりますので、ツイキャスぜひ見てください。まあもちろん、ベータに来てくれてもね、大丈夫です。他に何が出るのかっていうと、一つ目がなんかバンドさんです。アンモイスって言うんかな、アンモイスと読むと思います。二つ目が前一緒にやりましたハロゲン木下さん。で三つ目が、これも前一緒にやりましたね、ナチュラルキラーズさん。で日月真嗣となって、最後に、中村梨沙さんとなります。まあ、姫路の大物、女性アーティストということで、前一回対バン決まってて、何かで、ね、流れた曲があります。まあ、一緒にやるのね、楽しみにしてましたので、ぜひ、見て、まあ、ちょっと話もしたいなと思ってたので、楽屋で、話してきたらいいなと思ってます。はい、ということで、ベータが、決まってますので、この日の編成はどうするか考えてません。もうちょっと考えます。見てる限りは一つ目の人がバンドで、あと二つ弾き語り、最後の中村梨沙さんも弾き語りで聞いてます。ということは、ここで何かアクセントをつけたことを俺がしとかないといけないのかな、とかいう思いももらもら来てるんですけども。どうかな。まあ、ちょっと賑やかめに行ったらいいのかな、とか思いながら、ちょっと考えてます。まあ、フルカラオケでもいいかなと思わなくもないんですが、
まあ、あえて弾き語りで弾き語りにぶつけるっていう手もあるんですけども、まあどれでもありかなと思いますので、またゆっくり考えたいと思います。ということで、ホームページ新しくしましたっていうのと、8月のライブ告知でした。ちょっと長くなりましたが、今日はこの辺で。それでは、バイバイ。